フェルキッシャー・ベオ・バハターの広告看板、フェルキッシャー・ベオ・バハターは、ドイツで発行されていた新聞で、国家社会主義ドイツ労働者等の中央機関紙。ナチ党の各支部や有力者はそれぞれ新聞や雑誌を発刊しているが、ナチ党系の機関紙、雑誌の中では最も発行部数が多く、政権獲得以前から対外的にも大きな影響力を持った。 1920年に創刊された。最初は週刊で発行され、1923年2月8日より日刊となった。25年間に渡りなち等の公式メディアの一翼を担った。大ドイツ国家社会主義運動の闘争史と称した本市はミュンヘンの肉屋ギルドの業界史だったミュンヒエナーベオバハターを1918年にトゥーレ協会が買収し、 1919年8月にフェルキッシャー・ベオ・バハターに改名したことに始まる。ナチトは1920年12月にディートリヒ・エッカートの主導で本紙を買い取り、フーゴ・マッハハウスが初代編集長となった。翌年の1921年5月15日に辞め、ヘルマン・エッサーがしばらく編集長を務め、同年8月12日にエッカートが編集長となった。 1922年4月より発行は全国指導者マックス・アマンが責任者であるフランツエア出版社が言った。発行部数は最初約8000部だったが1923年秋のルール占領中人気が高まり2万5000部に増えた。この年エッカーとの死去に伴いアルフレート・ローゼンベルクが編集長に就任した。1923年11月9日の ミュンヘン一期の後ナチ党が非合法化されたのに伴い、本市もまた休館となったが、1925年2月26日に党が再結成されると復刊した。発行部数はナチスの台頭により増加し、1931年には12万部に、1944年までには170万部に達した。1938年には編集長がビルヘルム・バイスに交代し、 彼は同志の最後までこの職を務めることとなった。また、ベルリン版、南ドイツ版など、複数の地方版が存在する。本紙の記事の中で、おそらく最も悪名高いものといえば、1940年6月6日の占領月ポーランド総督、ハンス・フランクへのインタビューである。チェコスロバキアで7人のチェコ人学生への死刑宣告が広く公表された件に関して、彼は、 こう語った。もし私が7人のポーランド人の銃殺を命じたというようなことを毎回ビラを配って通知しなければならないとしたら必要な紙を用意するだけの木がポーランドの森にはない。ヨゼフ・ザプスキー、ザイン・ヒューマン・ラント、ロンドン、ポーリッシュ・カルチュラル・ファンデーション、ISBN-08506564? 6306ページ戦争の末期になると、連合国軍の侵攻で発行は、次第に困難となった。最後の号は、南ドイツにおいて1945年4月30日に、印刷されたものが確認されているが、アメリカ軍の侵攻によって、発行は行われなかった。世界大百科事典、第2版コトバンク。2018年7月16日閲覧。川言 P45 ブリタニカ国際大百科辞典小項目辞典ことバンク2018年7月16日閲覧 a b c バイエルン歴史辞典ノーマンデイビーズライジング44ロンドンマクミラン PP84 ISBN 978から0333905685ではオリジナルの引用が翻訳されているプラハでは 大きく赤いポスターがその7人のチェコ人は今日射殺されたことがわかるように掲示される。私は自分自身に言う。もし私が7人のポーランド人を射殺するたびにポスターで公表しなければならないなら、ポーランドの森はその紙を作るに十分でない。ありがとうございます。